皆さんこんにちは。6月29日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコーミュージタンスタジオからお送りしています。なお再放送はご覧の時間帯に放送いたします。では新型コロナに関する区からのお知らせです。まずは高野幸男豊島区長からのメッセージをご紹介します。区民の皆様へ、コロナに負けるな。豊島区では5月17日までに新型コロナウイルス感染症の感染者数が142名、回復した方が116名となっております。残念ながら亡くなられた方が6名いらっしゃいます。心よりご冥福をお祈りします。うつらない、うつさない、3密を避け、この難局を乗り越えてまいりましょう。豊島区では新型コロナウイルス感染症対策特別定額給付金申請書の郵送が始まりました。5月25日より順次申請書をお送りしております。詳しくは区のホームページまたは豊島区特別定額給付金コールセンター0120-557-622までお問い合わせください。緊急事態宣言が解除されたことから豊島区立図書館では段階的なサービス再開を実施しております。利用できるサービスや注意点はご覧の通りです。詳しくは区のホームページをご覧ください。豊島区では区内の医療機関や福祉事業者の支援を目的としたコロナに負けるな豊島医療福祉支援寄付金を6月1日月曜日から募集しています。実施内容はご覧の通りです。詳しくは区のホームページをご覧ください。以上、区からのお知らせでした。では本日の番組内容です。さあ今回は7月11日にオープンする区内最大の防災公園池サンパークをご紹介いたします。単なる防災公園ではなく様々な表情を見せる公園とのこと、その魅力をご紹介いたしましょう。では本日のゲストです。豊島区都市整備部公園計画特命担当課長の小堤雅美さんです。小堤さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずこの公園の概要から見ていきたいと思います。開発のコンセプトと合わせてご紹介いただけますか。はい、まず公園の場所ですけれども、はい、サンシャインシティの東側に位置してございます。もともとは造幣局があった敷地でございます。区内最大の、面積を誇るといった公園でございまして、はい、敷地の大きさ、1万7000平米といった大きさがございます。はい、中央の芝生広場だけでもですね、6000平米以上の大きさがあるというものでございます。広いですね。この池サンパーク、隣接するサンシャインシティまた総合体育場とともにですね、大規模な災害が発生した時の区民の避難する避難場所に指定されてございます。特にこの公園、密集した住宅地に接していますので、地域にお住まいの方々の防災性の向上といったものが大きな役割としてございます。はい、またこの公園、豊島区が掲げています国際アートカルチャー都市の実現のための4つの公園の1つでございます。サンシャインシティのある、池袋副都心に接するといった、立地を生かしまして防災性の向上とともに文化とにぎわいのある、活力あるまちづくりに寄与するといった役割をも、担っているわけでございます。この、防災と文化2つの、顔を持つ公園というわけなんですけれども、ではまずその防災面についてですが、そもそも防災公園というのはなぜ必要なんでしょうか。はい、まずこの先ほどお話ししましたようにですね、ここの公園の東側にはですね、日本一、高密度の、木造住宅に接しております。はい、まず災害が発生した場合、この地域ではですね、火災でありますとか家屋の倒壊といったものが予測されます。はい、その時にこの池サンパークはですね、地域の一時避難場所として、使用する計画でございます。またこれまで、区内になかったですね、災害用の、ヘリポートとしての利用でありますとか、区内全域に配布する救援物資のですね、集配場所、集積場所としてですね、この公園を使用する計画でございます。
こうしたですね、これまで区内になかった、まあ、大規模な防災公園を作るということはですね、昭和の時代、まあ、区民の要望から始まった事業でございます、はい。まあ、約半世紀かけてですね、ようやくまあ実現されるものでございまして、豊島区にとってまあ悲願と言えるまあ公園というわけでございます。そうなんですね。こちら今映っているのがですね、はい、応急給水槽といって、うん、100トンのですね、飲み水を確保する、貯水槽を地下の方に埋めてございます。1万人の方が3日分ですね、給水できる量を確保しているというものでございます。はい、こちらの方はですね、はい、海道東京消防庁の方で整備していただきまして、はい、まあ、通常の井戸の、まあ、約10倍の深さの井戸でございますので、まあ、枯れることなく、まあ、災害時の時の、はい、に使うというふうな設備でございます。そんな深い井戸なんかもあるんですね。わあ、芝生がね、気持ちいい公園ですよね。はい、こちらの方がですね、管理棟、そしてカフェが設置する、建物でございます。はい、こちらの方にもトイレが、設置してございまして、うん、こちらのブースだけでも、まあ、障害者用のトイレも含めて19のブースでございます。公園のトイレというのはちょっとイメージ、が悪いんですけれども、まあ、かなり綺麗なですね、はい、まあ、トイレの方を整備したわけでございます。豊島区、このトイレ整備にも力を入れてますね。そうですね、はい、こちらの方がまだ工事中なんですけれども倉庫棟になりまして、はい、倉庫棟、はい、こちらの方にもですね、トイレを作ってございます。こちらの方だけでも15基あります。こちらが、まあ、はい、井戸でございます。もう通常、まあ、使えるような井戸でございますので、まあ、災害の時にも、役に立つ設備として整備をいたしました。なるほど、はい、手動でちゃんとこう水が出るわけですね。そうですね、はい、もうこう見ると、ね、普通の公園とはちょっと違うなというのが分かりますよね。はい、こちらがですね、白樫を植えてございます。はい、こうやって、まあ、通常はですね、木漏れ日を感じながらですね、散策していただくというふうな設備でございますけれども、はい、植物でございますけど、災害の時にはですね、延焼遮断帯としてですね、はい、こちらの方の常緑樹ですので、まあ、活用していくというふうなことで計画をしてございます。あ、景観だけじゃなくそういった役割もあるんですね。はい、そうなんですか。本当に広い芝生ですが、これがヘリポートにもね、そうですあるということなんですよね。はいはい、さあ、こちらの公園、開発にあたって難しかったことっていうのはどんなことなんでしょうか。はい、当初、まあ、計画してたのが、まあ、防災公園としての役割、まあ、これは当然でございますけれども、はい、これにまた国際アートカルチャー都市に、まあ、寄与していくために新しい、まあ、文化でありますとかにぎわいといったものを発信していく、まあ、公園作りというのが求められました。うん、まあ、当初できました基本計画をもとにですね、またさらに新しい、公園を作っていくというふうなところが、一つ課題でございました。実際にはどんなことをされたんですか。はい、ワークショップなどでですね、区民の方に、まあ、作っていただきました基本計画、こちらをまずベースにしましてですね、はい、新しい公園作りの提案をですね、民間の事業者さんの方から応募していただきました。はい、公園の設計施工、また将来の管理といった、まあ、異なる業種を一つのパッケージでですね、コンソーシアムというんですけれども、はい、そういった形態でですね、事業者さんの方を公募したというものでございます。こういった制度を取り入れてですね、まあ、公園の事業を進めているというのがですね、まあ、全国でも初めてというふうに聞いてございます。そうだったんですか。その後工事を進めていく中でこの課題などはありましたか。はい、やっぱり工事に関しましてはですね、まあ、公園の立地からですね、まあ、ビル風による、まあ、土ぼこりへの対策でありますとか、うん、まあ、作業時の、まあ、騒音でありますとか振動でありますとか、近隣の方たちの、まあ、周辺住民の方たちの対策というのがやはり課題でございました。都会ならではと、ね、いう感じですけれども、どういった対策されたんですか。はい、まず頻繁にですね、散水を行って、まあ、極力、そういった、まあ、粉塵が、まあ、出ないような、まあ、対策を取ったりとかですね、はい、工事用のゲートを、まあ、サンシャイン側の1箇所だけにしてですね、車両の方の振動でありますとか騒音というものを周りの方に、迷惑をかけないような、まあ、環境対策を常に、まあ、注意しながらですね、工事の方は行ってまいりました。はい、さあ、こちらの防災公園、まさにフェーズフリーな公園ということなんですけれども、
フェーズフリーとは何ですか？はい、フェーズフリーというのはなかなかまだ聞き慣れない言葉でございますけれども、まあ、日常とですね、非常時といった、まあ、時間的なフェーズをですね、はい、取り除いたような考え方でございます。うん、この講演ではですね、まあ、普段使用している、まあまあ、施設でありますとかサービスが、まあ、災害が発生した時、いざという時にもですね、自分またみんなをですね守ってくれるような、そんないつもとだもしもといった、まあ、2つのフェーズをフリーにしながら講演を作っていったというふうなものでございます。なるほど、いつもともしもということなんですね。具体的にはどんなことがあるんでしょうか？はい、まあ、先ほどちょっと映像で見ていただきました芝生広場でございますけれども、はい、まあ、かなり広い、芝生でございます。うん、まあ、普段は皆さんが、まあ、スポーツしたり、まあ、遊んだりといったものでございますけれども、災害の時にはですね、ここから先ほど言いました、まあ、ヘリポートとして活用したり、災害用の救援物資の集積場所としてですね、使っていくといったような計画でございます。またその他にはですね、これも先ほど見ていただきました、まあ、トイレでございますけれども、まあ、大型のイベントなんかの時に使う、まあ、臨時用のトイレでございますが、はい、これは災害時の時にはですね、井戸水を使いながらですね、使用できるというふうな施設になってございます。はい、その他にはソーラーパネルを使った、まあ、照明でありますとか、炊き出しを前提にして、まあ、カフェを設置したといったものがフェーズフリーというふうな、まあ、設備を整えているといったものでございます。いや、フェーズフリー、その効果は大きそうですね。そうですね、まず一つはですね、まあ、経費の縮減につながるといったものでございます。はい、まあ、非常時だけに、まあ、必要とするような施設からですね、まあ、日常も使っていくというふうな施設にすることで、まあ、整備イニシャルだけではなくて、まあ、ランニング運用も含めてですね、経費の縮減につながるといった点が一つとですね、はい、やはり非常時だけではなく、まあ、日常から使っていく設備でございますので、まあ、もしもの時にはもですね、誰もが、まあ、スムーズにですね、まあ、利用することができるといったメリットがございます。なるほど、いろいろな、ね、設備を持ってますけれども、さてそれではもう一つの文化面について伺います。豊島区は国際アートカルチャー都市構想というのを、ね、掲げていますけれども、そのこととこの池さんパーク大きく関係しているというわけなんですね。はい、豊島区で今言われた国際アートカルチャー都市を実現するために、この4つの公園を、まあ、核としてですね、公園が街を変えるといったようなコンセプトで街づくりを行ってございます。はい、まあ、4つの公園こちらの方に出てございます。うん、南池袋公園、中池袋公園、池袋西口にある西口公園、そしてここ池さんパークの4つでございます。はい、それぞれ、まあ、特徴ある公園にですね、まあ、たくさんの人が交流していただきながら、文化だったり、まあ、芸術だったり、そういったものを発信していきながらですね、まあ、池袋の回遊性を高めていくというふうな考え方、うん、そして街全体を劇場化して国際とカルチャー都市につなげていくというふうな取り組みでございます。はい、さあその文化面、また特徴を、ね、いくつかキーワードをもとに、ね、ちょっとご紹介していただきたいと思うんですが、まずファーマーズマーケット、こちらは、はい、こちら毎週ですね、土日やる計画でございます。園内でですね、はい、ファーマーズマーケット、うん、マルシェでございますけれども、開催する予定でございます。思い持ったですね、まあ、農家の方たちと、まあ、協力し合いながらですね、野菜でありますとか果物、はい、そういったものを中心にですね、販売していこうと思ってます。まあ、農家さんから直接買えるといったですね、まあ、贅沢をですね、地域の日常に取り入れていけたらというふうに計画してございます。いいですね。さあでは続いてコトポート、こちらは、はい、先ほどもちょっと映像でもあったんですけれども、まあ、公園内にですね、はい、小さな、まあ、キャビン、まあ、小型の店舗をですね、設置をいたします。はい、こちらでございます。まあ、事業に新しく挑戦したい方の受け皿としてですね、整備をいたしました。まあ、コトポートとして、まあ、コトポートという名前をですね、名付けまして、この中で、まあ、飲食でありますとか物販でありますとか、まあ、多様な業態をですね、まあ、展開していくというふうな計画でございまして、まあ、当初は4基、設置をして展開していくという予定でございます。可愛らしいですが、小型の店舗なんですね。そうです、はい。では続いてコミュニティガーデン、こちらは、はい、先ほど見てもらった管理棟のすぐ脇にこれから整備するものでございますけれども、はい、まあ、50平米と、まあ、あまり大きくない、設備でございますけれども、地域の皆様と一緒にですね、お花だったり、まあ、野菜だったり、そういったものを育てていける、まあ、共有のスペースとしてですね、整備いたします。はい、
雨水使った水やりでありますとか、園内の落ち葉を使って堆肥を作っていくなど、さまざまな学ぶ機会を作りながらですね、そしてそれが地域のつながりを深めるきっかけの場となるようなことを目指しながらですね、整備をいたします。本当区民の皆さんがこう参加することもできるわけなんですね。さあ、その他にも新たな公園としての池サンパークならでは特徴があるんですよね。はい、この池サンパークにはですね、パーク PFI といったですね、新しい都市公園制度を取り入れて整備をしてございます。新しい都市公園制度。はい、はい、今回やった内容、具体的にはですね、カフェでありますとか園路の一部の整備を民間の資金を取り入れてですね、整備をしてまた管理をしていってもらうというものでございます。区にとっては、財政負担の軽減にもつながります。また事業者さんにとってはですね、20年間という長期間ですね、公園といった公室な空間でですね、カフェを運営していくといった、お互いにメリットがある制度でございます。この制度もですね、まだ平成29年に、できた、制度でございまして、この池サンパークがですね、全国で、2件目の、事例になるというふうに聞いてございます。本当にね、新しい公園という感じですけれども、さあ、そして隣のキッズパークも近々オープンすると伺ったんですが、すぐ隣にあるキッズパークでございます。こちらでございます。今だちょっとコロナの影響でちょっと工事の方が遅れているわけでございますけれども、池袋保健所の脇と、池サンパークの間にある1000平米ほどの大きさの公園でございます。広場の中心にはですね、子どもたちが乗れるミニ SL を走らせます。園内、全面に、ウッドデッキを敷き詰めまして未就学の子どもたちを対象とした、公園となります。また障害を持っている、お子様とも一緒に遊べるといった、インクルーシブ公園としてのですね、概念を取り入れて運営していくというふうな予定にしてございます。こちらの9月の中旬にオープンする予定でございます。本当、防災と文化2つの顔を持つ公園、オープンが非常に楽しみですよね。ではここで一旦豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップをご覧ください。新型コロナウイルス感染症による影響が広がる中、最前線で対応されている豊島区内の医療機関、福祉事業者、ひとり親家庭支援団体などの新型コロナウイルス感染症対策を支援するため寄付金を募集します。皆様のご支援をお待ちしております。豊島区と秩父市は姉妹都市提携を結んで36年間さまざまな形で交流を図ってきました。現在秩父市では新型コロナウイルス感染症拡大により観光産業が大きな影響を受けています。そこで秩父特産品をインターネット販売において送料無料でお送りするキャンペーンを行います。区民の皆様のお申し込みをお待ちしています。クールチョイスとは地球温暖化対策のための身近にできる国民運動のことで、賢い選択という意味です。温室効果ガスは私たちの生活の中からも多く出ています。日頃の小さな選択の積み重ねが未来を大きく変えていきます。この夏、みんなでできることから始めてみましょう。週刊ピックアップをご覧いただきました。今回は7月にオープンする池サンパークご紹介してまいりました。では最後に番組をご覧の区民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、池サンパーク間もなく完成となります。これまで協力していただきました皆様にはこの場をお借りしまして感謝申し上げます。7月の11日、土曜日でございますけれども、午前の10時から公園の方が開園となります。まだ一部ですね、工事の方終わってないところ、また芝生で養生のために入れない、ところがございますけれども、皆様のお越しを心よりお待ちしております。またお越しの際はですね、コロナ感染防止のご協力の方を合わせてお願いいたします。はい、本日のゲスト、小堤雅美さんでした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では次回の豊島情報スクエアもお楽しみに。ではさようなら。